国学院大学博物館は、東京都渋谷区東の国学院、大学渋谷キャンパス内にある博物館。考古展示室、新党展示室、講師展示室、企画展示室の4つの展示室からなる。国学院大学同様、メディアでの表記には、国学院大学博物館の新事態が用いられることもある。2017年1月30日には、 総来感謝15万人を突破した国学院大学博物館の所在する学術メディアセンター写真中央は前身である伝統文化リサーチセンター資料館現在は同所に国学院大学博物館が所在する企画展示室国学院大学博物館は1928年に当時国学院大学の学部1年生であった樋口清博士が 自身の収集品を寄付し創設した考古学陳列室と1963年創立の浸透学資料室を演元とし、両組織を統合した学術資料館や伝統文化リサーチセンター資料館の設置を経て2013年に発足した国学院大学研究開発推進機構が設置している日本文化の高級に必要な文化財を収集。 保存し、学術的な研究成果を一般に公開するとともに、広く学内以外の研究教育活動に資することを目的としている。併設されるミュージアムショップでは、東博物館で開催した展覧会の図録や関連書籍、オリジナルグッズ、大学グッズ等を販売している。所蔵資料は約11万点あり、年間後から6回の企画展。 特別展を開催している。また、ミュージアムトークやワークショップも随時開催し、教育普及事業、博物館連携事業などを通して、国学院大学の研究成果と日本文化の発信の拠点となっている。常設展示は、全身の文物を受け継ぎ、3つのゾーンに分かれている。姉崎双子塚古墳出土石枕主な展示資料。 主な展示資料国学院及びその設立母体である公天高級書関連の資料や国学院大学所蔵の資料コレクションを展示する。講師展示室主な展示資料デジタルミュージアムは国学院大学における研究成果を学内外で研究、教育に利用できるようにすることを目的に研究者、学生、一般までの幅広い利用者を想定して作られた。 様々なデータベースの集合体である。英語や韓国語など日本語以外の言語で利用できるデータベースも含み、個別のデータベースの管理運営担当者との協力のもと、大学の研究開発推進機構、日本文化研究所の総合プロジェクトが中心となって運営している。入管は午後5時30分まで。と、日宿部組通年会館。館内保守及び、 大学の定めによる不定期休館日あり、ミュージアムショップの営業は午前10時30分午後5時30分。ありがとうございます。